猿が今柵の上を歩いています。警察官が追いかけています。猿と警察官の追いかけっこですね。警察官には目もくれず柵の上を悠々と走る猿。これは今日昼前に福岡市南区いじりで撮影された映像です。あ、今猿鳴き声を上げています。掴もうとしたんですが猿はそれを振りほどいています。警察官から逃げるようにして我々の目の前を今通り過ぎました。向こう岸に行きました。この猿が最初に目撃されたのは今朝5時40分ごろ。福岡市の西警察署付近に現れた猿はその後東へ移動。午前7時半過ぎには登校時間を迎えた福岡市早良区の西陣小学校のグラウンドに現れました。子どもたちが怪我をしないよう小学校では警察官が校舎の窓を閉めるよう呼びかけました。ご覧になりました？見ました。怖いですね。いやびっくりしました。何の事件かと思ったら後ろ下がって目を合わせないようにして、でしたらパトカーが来たので。猿はその後もびっくりする人間を尻目にさらに移動。福岡市天神や中洲で相次いで目撃されたほか、昼頃には南区や春日市内でも確認されました。決して近づかず距離を取って110番通報してください。ベランダなどの窓を閉めてください。猿は午後3時ごろに再び福岡市南区で目撃されていますが、現在も捕獲に至っていません。また人への被害は今のところ確認されていませんが、警察や市は猿と遭遇しても刺激しないように呼びかけています。